今日はあるお寺に来たんですけども、なんかね猫だらけなんだよね。猫だらけです。しかもねかなり攻撃的。さっきもね一匹猫を見たんですけど、なんかそのネクタイ、その猫ね蝶ネクタイしてた。蝶ネクタイ猫。じゃあ早速行くか。なんかねここね出るらしい、出るらしいって言ったそばからねめっちゃ滑る。あーここ危ない。あれでもこれで終わりなのかな。ここはね某有名な CM の撮影にも使われた場所らしいです。何の CM かっていうのはなんか音がするな。さっきの蝶ネクタイの猫可愛かったな。目つきは悪かったけど。あ、なんかある。こう多分住職住んでるよな、おそらく。あれ、あ、すごいのある。まずねいろんなこういう像があるんですけど、なんかどれもねどれも不気味。あとね奥の方に前のめりになってる像が今ありました。これ何なのこれ。ポーズがね独特なんですよ。しかも表情も怖い。こんなところがあったんだ。最初ねお笑い芸人かと思ったら、この像ね遠くから見たときに何か上から支えてる、なんかね全体的にね苦しみをイメージしてるようなそんな像だな。そういう認識いいのかな。何かこれ生き物をこれから殴るぞっていうそんな体勢に見える。あ、もしかして俺はやばいところに来てしまったのか。ちょっと隙見悪いなと思ったのはこの像なんですよ。なかなかね前のめりのポーズってないよな。これがね前のめりではないかもしれないけどそう見えたんだよな向こうからは。からか。すっごい立派な。
建物だ。あとやっぱちょっと滑るな。最近雨が多いから、この辺がもともと日当たりが悪いけど乾燥しないんだろうな。お、危ない。そうだよ、これ何かあったらこんなツルツル滑るところ逃げられないじゃん。ここお墓ですね。何これ、お墓の山になってんだけど、この辺り。あ、やっぱりね、ここ人住んでるわ。今見えた。あ、ここもお墓だ。あ、これ俺が一回やってみたかったやつだ。冷たくなるまでよく漕ぎなってやつだね、これは。こんな感じか。冷たくなるまでよく漕ぎな。さあ、何のものまででしょう。あの有名な、あそこ明かりがついてるからな。明かりがついてるからあそこに多分住んでるんだろう。なんかね、こういうところにあるのが独特なんですよね。あ、横にお地蔵さんがあった。あ、これ有名な、多分ね、人のね、有名って言ってもこれ歴史の教科書で学ぶような人ではないけども、まあ、昔の武士の代々のお墓がある場所がこの辺にあるっぽいです。あ、ここは、あ、ここか、ここまで車で来れるんだ。ここにでかい観音様があった。これ気がつかなかったな。合掌観音と書いてある。今どこ？なんか雰囲気はいいんで、今後も何かの CM かドラマか映画か、その辺で使われそうな感じはしますね。これお墓、お墓なんですよね。なんか泣いてる、泣いてます、泣いてる。やべえ、マジか、マジか。
こにもありそうだな。ここかな、もしかしてさっきの有名な人のお墓っていうのは。本当に歴代の人が祀られてる感じだ。お墓だしな。